どうもご無沙汰しております、りょうりょうです。りょうりょうと申します。ここはですね、新幹線の中のトイレです。今までね、鉄道の車両のトイレってさほどね綺麗なイメージなかったと思うんですが、新幹線 N700 系の中のトイレです。まあこれはね、まあ普通だと思うんですよ。けどね、どうすか、ウォシュレットついてるんですよ今。さすがにね、びっくりしましたね。あの前から知ってたんですけど、まあ実際見るとね、結構驚くんです。で、自動で上がるんですよ。何も触ってないのに。で、今やっぱりなんだ、昔は新幹線に、美味しくない水がね、飲料水置いてたんですけど、今ってないみたいですね。タバコを吸いに行きます。新幹線の N700 系っていうのは前も説明したんですけど、そのカーブに差し掛かると自動的にこの車体を傾けるという機能がついていて、それで東海道新幹線ってカーブがね多いから速度が上げづらいというネックがあったんですが、そのシステムによって最高速度285キロに引き上げることに成功してるんです。で、今静岡県内に入ってカーブがね多い区間になってるので、実際こう乗らないと分かんないんですけど、ふーっとね、確か2度か3度なんですけど、それ以上にカーブになるとレールそのものにこの角度がついてるの で、その体感するとね、もっと傾いてるような感じがするんですよね。光号なんで、静岡県内はさっき浜松に泊まった後に静岡と三島と泊まるんです。あとは新横浜と東京なんで、東京到着が8時の20時42分なんで、あと1時間ちょっとで東京に着いてしまいます。で、さっき喫煙所の窓にこれ iPhone くっつけてこう流れるこの車窓をちょっと見ていただいたんですが、やっぱりスピードは半端ないですね。で、なんていうのかな、この新幹線がもしなかったとしたら日本の発展っていうのは多分なかったでしょうし、これ恐ろしい発明したと思うんですよ。まあリニアができたらね、1時間ぐらいで、まあ
阪まで行けるようになるかもしれませんが、なんか東海道新幹線はまだね、まあ今日夜なんで景色見えないんですけど、結構ねトンネルが少ない分だけ静岡県内だと富士山が見えたり、なんでしょう、その景色が楽しめるんですよね。でリニアになると本当にトンネルだけになっちゃうんで、まあ味気ない、僕バスの移動もしてね景色とかも見るのが好きで、まあ、新幹線もね割と景色が楽しめたりするので、好きなんですけどね、まあそういう味気のない移動というのはまあなんかねなんだかなと思っちゃうわけなんですよ。ということで、新幹線の車内から、お送りしました。ありがとうございます。